上用市立比刹川小学校は、京都府上用市日向川手月にある公立小学校。比刹川村発足に伴い1889年に開校。現在上用市に存在する小学校の中で、上用市立寺田小学校、上用市立富野小学校に次いで3番目に、古い小学校である。上用市北部を校区とする小学校である。 1889年4月、久世村、日向川村、上津谷村の合併による、久刹川村発足に伴い、上園寺の境内で開校した、久刹川神城小学校が源流である。世、日向川及び上津谷の児童が、既存の寺田小学校及び上津谷小学校から、分離して本校へ通うこととなった。当時の児童数は74名だった。同年10月24日、 寺田小学校の校舎の一部を移築して、上園寺の仮校舎から新校舎に移転した。当時は、日刹川村発足から日が浅く、旧村ごとの風習の違いから、小学校建設地の決定には、時間がかかった。1959年10月に行われた創立70周年、記念式典にて、グランドピアノ、テレビ、ブランコが購入された。また、作詞、 辰村武雄、作曲、伊吹新一の校歌が制定された。九百六十五年五月、これまでは木造校舎だったが、新たに鉄筋三階建ての西校舎が竣工された。九百七十二年三月には同じく鉄筋三階建ての北校舎が竣工された。九百七十三年三月、児童数の急増に伴いプレハブの四教室を建設したが、 翌年4月、上陽市立古川小学校の開校とともに撤去された。2000年1月、1997年から行う、子どもたちへの普及活動の一環として、京都さんが FC によるサッカーの授業が行われた。校歌の歌詞に、7つの塚の古を埴輪に忍ぶ、我が里屋とあるように、周辺に、久津川古墳群が存在する。 上用私立久津川小学校の校章、久津川小学校100年の歩み P14、久津川小学校100年の歩み P5、三賀の元選手を講師に、サッカー授業児童、さすが。上用の久津川小イコール京都2000年1月14日付読売新聞、上用私立久津川小学校校歌、2020年7月16日閲覧、ありがとうございます。